駅前は鉄道駅の出入り口の前にあたる場所のことである。転じて、鉄道駅周辺地の意味でも使用される。ヨーロッパの都市ではもともと広場を中心に、教会、集会場、市場等の主要施設が取り囲み、広場及び広場からつながる道路が歩行者空間として機能していた。世界初の旅客鉄道は1830年に、 イギリスのリバプール・マンチェスター間に誕生したが、駅もタウンホールや教会などと同様に都市としての象徴性を備えるようになった。ヨーロッパの古い歴史を持つ駅には、時計があることが多く駅前のシンボルになっていることが多い。1958年、豊田史郎監督で映画、喜劇駅前旅館が、東京映画の制作、東方の配給で公開され、評判となり、 1969年の第24作、喜劇駅前三橋までシリーズ化され、駅前という言葉を社会現象にまで持ち上げた。日本国内の大規模な鉄道駅のすぐ前には、駅からその周辺の各地へ向かうバスが発着する、バスターミナルや、タクシー乗り場、駐輪場などがあり、送迎車用の駐車スペースが用意されている場合もある。小規模な駅でも駐輪場があったり、タクシーや、 自家用車が止まっていたりすることは多い。近年は駅前に駅前広場という広場を整備して公園のように使ったりバスターミナルとして使ったりされている。駅が高架化されている場合には歩行者専用のペデストリアンデッキが設置され、その下がバスターミナル等に使われることが多い。また、駅前には銅像などのオブジェが置かれていることがあり、待ち合わせ場所として利用されているほか、 その都市、地域のシンボルの一つとなる例がよく見られる。駅前には、鉄道を利用して駅にやってきた観光客向けに、周辺地域に関する観光案内書が設けられている場合もある。また、日本国内の大都市内の鉄道駅や大規模な駅の、周辺の建物の外壁や屋上には、企業名や商品名を記載した巨大な広告看板が設置されていることが多く、 街頭ビジョンが設置され、映像による各種の広報や宣伝も行われている場所もある。このほか駅前は選挙工事期間中に多くの候補者等が演説をするなど、政治活動の場としても好まれる。利便性が高いことから、駅の周辺にデパートや商店街があることが多い。また、駅前の雑居ビルには、居酒屋やファーストフード店などの飲食店や、 消費者金融業者の店も多く見られる。その大駅前はラッシュ時にはたくさんの人で混雑しており、帰宅時には百貨店や商店街で買い物をしていく人々も多い。このような駅前の商店街は鉄道の発展とともに盛んになった。しかし、地方都市ではモータリゼーションや鉄道の衰退などにより訪れる人が減り、さらに、 広大な駐車場を備えた郊外型のショッピングセンターに客足を取られて閉鎖するデパートなども多く、地方都市の駅前商店街は衰退傾向にある。なお、駅前がロータリーになっている場合もある。ありがとうございます。